さあ今日も、木曜日定休日なんであれですね、観葉植物に水やりをこうしていきたいと思います。それで今週はね、前肥料をねこうやったんから2週間経ってるんで、この肥料をしっかりやっていきます。ですね、これをやって、ほんでこっちですね、こっちもねしっかりと肥料をやる。こういう地道なねあれが、大事かなというところで、水やりします。これから本格的に夏になっていってですね、どんどん育っていくかなと思いますけども、もう下からこう水がこう出てきてる感じです。下から水が出てきてますね。これをするとしっかりとこうやっていくという形ですね。よし、ちょっと待ってくださいね。さあ引き続きお水を、水やりしてますけども、こういう感じでね、なかなかこう大きく、そんなにね先週と変わってるわけではないですけど、これがねこう新しいこう、葉っぱというか、これが出てきてますね。ちょっと育ってきて、まだだから大きくこの辺にこういろいろこう、まだまだ育つ余地があるところがこうあるんですね。でこれで見ていく感じですね。いい感じではあります。どんどんこう水をやってという形ですね。肥料をね忘れずね、2週間に1遍やっていけばいいかなと。でこれからずっと育っていくんですけど、また秋冬になってくるとね、またこんだけある葉っぱがですね、2、3枚にこう減っちゃうという形、それももう枯れたような状態になっちゃうんですよね。そしてこっちですね、こっちもちゃんと肥料をやって、これはこっちは分かりますかね、このツヤのいい観葉植物になりますよね。で、じゃあそろそろ、変えていきます。ちょっと、観葉植物を入れ替えます。よし、こっちにします。ちょっとね、今水をやってますけど、一回ちょっとやってみて、この観葉植物2つはこれはこれでいいんですけども、なんかね安いやつっていうか、100均ぐらいの観葉植物を買ってきてですね、それがこうちゃんと育っていくかどうかっていうのをこうやってみたいなと思ったりもしてます。ちゃんとした、観葉植物、それなりのこう、お花屋さんで買う、観葉植物もいいんですけども、一回100均で売ってるんですよね、観葉植物が。それがねほんまに育つんかどうかっていうか、それがどうなんかなっていうのをちょっとこう自分の中で検証してみたい感じもちょっとあります。でちょっとずつ大きくなったらこうまた鉢もね変えていく形にしてもいいかなと。これもね、でこっち側のこう木みたいになってる方もね、この植木鉢をもうちょっと大きくしてもいいかなと、前も言いましたけど、そういうふうに思ったりもこうしているというところです。今日は雨なんで、ね、外へこうグッと出すというよりはこれぐらいにしようかなと思います。で今週はこんな感じですね。以上です。ありがとうございます。